皆さんこんにちは。平成26年の最後の定例記者会見となりました。1年間、大変ありがとうございました。今年は大雪から始まって大変たくさんの災害がこの前橋の地にも起こりました。また一方花もゆ、NHK の大河ドラマのロケ地決定など、明るい話題にも恵まれた1年だろうと思っております。そして最後は衆議院選挙、また新しい国の形がまたこれで見えてきた、そんなような1年だったろうと思っております。記者団の閣議におかれましても前橋に対しまして大変な温かいご報道という形でのご協力をいただきましたことを心からお礼申し上げたいと存じます。今日はたくさんの案件があります。まさに1年の総締めくくりと申しましょうか。今まで我々が種をまいてきたことごとが今日の会見での記者団の皆さんへの、あるいは市民の皆さんへのご報告という形で、一定の成果が得られたことごとばかりなんだろうと考えております。まず最初に井上武さんのお話から始めますけれども、その前に、花もゆ、いよいよ1月4日から放送開始、その引き続きまして1月の10日にはドラマ館という形になります。井上真央さん、失礼いたしました、大沢たかおさん、優香さんもお見えいただくようなにぎやかな開館セレモニーを予定しております。その他に突筆すべきはたくさんの企業の方々や市民の方々が率先してこの花もゆを共ににぎやかにしていこうという、そういうアクションが非常に多くなってきているところでございます。会見ペーパーにはございませんが、ビール会社が花もゆの、ロゴを縁取りましたビールのパッケージを作っていただいております。このビール会社は実は前橋のビール麦を全量買ってくださっているということで、ついでに、報告をしておきたいなと思っています。こういう形でいろいろな企業の方々が好意で前橋花もゆ盛り上げようということでございますので、合わせましてお礼を申し上げながら会見を進めさせていただきたいと思います。まずは井上武です。ご存知のように前橋が生んだ著名な作曲家井上武さんの、今年生誕の、記念の年でもありましたけれども、本年皆様にもご案内した通り JR 前橋駅におきまして発車メロディーにこの4月同様チューリップを採用させていただきました。そしてこの今回その井上武さんを紹介する看板を前橋 JR 前橋駅北口に設置をさせていただきました。今回はちょっとそこに仕掛けがあるのでご報告をしたいと思います。スマートフォンを利用して井上武さんのその紹介文のある一部を動いてます、なかなか使い慣れないものを使うと難しいですね、言った通りにはならないを QR コードを読み込んでいただきますと、ここに QR コードありますけれども、これを読み込んでいただきますと井上武さんのチューリップが流れるという流れますね、はい、という仕掛けが作られております。おお、よかったです。こんなような仕掛けになっております。実は QR コードあるいは AR コード、何コードでしたっけ、 ARAVなるほど、 AR アプリを使っていろいろこれから観光地の動画情報をこれからお出ししていこうという形になっておりますので、今回は QR コードという形でのご案内でございますけれども、これから井上武さんではなく花もゆあるいは前橋の歴史建造物等々こういう形での動画アプリを併設したものを、これから前橋の観光ガイドとして増やしていきたいと
考えております。それでは止まんないかな、あ、すぐ終わります。はい、以上でございました。はい、ではこれをお返ししておきます。ありがとうございました。次に前橋の初市祭りでございます。まあ、恒例となりました、もう何十年何百年になるんでしょうか、前橋市における、神社の祭事として行われている初市祭り、前橋市においても前橋コンベンション協会が応援をしております。今年は、1月の9日に行われます。例年通り前橋の50号を拠点として開催をさせていただきます。行事といたしましては、古いだるまのお焚き上げ、皆さんにも1階ロビーでご覧をいただいておりますけれども、警視庁捜査一課に、1年間ご奉公に上がっていただるまが戻ってきました。今年は背中にいっぱい解決者事件の一覧をいつも背負って帰ってくるのですけれども、今年はずいぶん多くて、十何本かの事件を背負って古だるまが警視庁捜査一課から戻ってきました。その他にも、前橋市役所であろうとか群馬県庁、あるいはザスパさんであろうとかペガサスさんであろうとか、あるいは近隣の商店の方々のだるまを積み上げたもののお焚き上げ、午前10時から、そして都業の儀が午前10時半から中心商店街を賑やかにしていくものだろうと今年も期待をしております。また街路省の方々の縁起物の露店が400点ほど今年も出店をされるということでございます。白い息を吐きながら威勢のいい掛け声でだるまや縁起物を売っていく、前橋の初市ならではの風物だろうと思いますし、たくさんのカメラマンの方々にもお出かけいただける行事になっております。これにつきましては中心市街地大変混雑いたしますので、例年の通りグリーンドーム前橋から、シャトルバスの運行もさせていただくことになっております。お祭りバスについては9時30分から夜の9時まで10分刻みで、運行する予定でございます。車でお出かけの皆様方はグリーンドーム河川敷の第6駐車場をぜひご利用いただき、10分間隔で動きますシャトルバスにお乗りいただくことを、お勧めをしております。初市祭りにつきましては以上でございます。それでは次に花もゆについてのご報告をさせていただきます。1月の10日、いよいよ前橋市における花もゆNHK 対談ドラマ館のオープンを行うこととなりました。10時から10時20分までの一般向けのオープニングセレモニーを群馬会館で開催をさせていただきます。これにつきましては200組2名様連名の200組の事前の抽選はがきをいただいております。今日が締め切りだったでしょうか。月曜日がすでに締め切っております。この抽選を本日行わせていただきます。抽選にまずご当選された方々のところにはご案内状を返信をさせていただきます。そのはがきをお持ちいただき、オープニングセレモニーにご参加をいただければと考えております。現在応募総数は1150枚で、ございました。以上でございます。当日は主催者の挨拶、 NHK 様の挨拶、出演者の大沢たかおさん、優香さんのご挨拶を予定をしております。続いて10時30分から10時50分まで協議会の関係者によりますオープニングセレモニーを昭和庁舎1階で開催をいたします。主催者代表と今申し上げたドラマへの出演者の俳優さんを合わせましてテープカットを行う予定でございます。その後ドラマ館の内覧を行いたいと考えております。一般のドラマ館の内覧、一般公開は
当日のセレモニー終了後の正午12時からを開始予定となっています。翌年の1月30日までの1年間の開館になりますが、県内外を合わせて、多くの方々に、ドラマ館を見学し、花も湯、そして明治維新の群馬、たくさんの市町村、協議会のメンバーの方々の市町村の絹にまつわるストーリーをご覧をいただければと考えております。これにつきましては以上でございます。それでは花も湯の関連のイベントに合わせた物販販売につきましてのご紹介をさせていただきたいと思います。ドラマ館を合わせまして3つの物産館をお客様にご用意をさせていただきました。一つはもちろん昭和庁舎ドラマ館に併設する大河ドラマ花も湯物産館、二つ目は香取元彦県令のゆかりの建物であるすぐお隣の臨江閣における物産販売所、そして JR 前橋駅の1階駅中における物産販売所、その3施設を花も湯関係の物産館として前橋は協議会はご用意させていただくこととなりました。先般協議会の主催の物産試食会ご参加をいただいた記者さんにはお分かりになりますように、200点ほどの物産が花も湯由来の物産が集まってきております。先般はおおむね食べ物でございましたけれども、シルク関係のなんていうんでしょうか、モチーフにした、こう女性がつけられるようなネッカチーフであろうとか、あるいは男性のポケットチーフであろうとか、そういう着るものから始まりまして、シルク由来の石鹸みたいなものまでいろいろなものが集まったと聞いております。また臨江閣の物産館には併設されて湯茶接待所を作らせていただいております。明治時代の市やり方で作ったコーヒー、あるいは前橋由来の 100% 人参ジュース、前橋の脳の恵みも合わせて、ご堪能いただけるような施設の整備を進めてまいりました。このような中でいろいろな形で前橋の思い出を、あるいは群馬における桐の由来の思い出をお持ち帰りいただければと思っております。この関係では1月14日から、前橋すずらん百貨店におきまして、すずらんの前橋店で行われる大群馬店、ここに萩市、防府市からの、ご当地の物産をお持ち込みいただきまして、やはり同様に萩、前橋、防府の花もい物産コーナーを設置させていただくことも合わせてご報告をさせていただきたいと思います。次に町中回遊バスでことでございます。群馬花もい大河館、そして JR 前橋駅を結ぶ花もゆバスを今回運行することとなりました。花もゆバスの車体のデザインについては皆様方の右手正面に掲示させていただいております。ありがとうございます。このような形の中の花もゆバスを運行させていただきます。これは地図は載ってないのですね。はい、ないようですね。ありますか。はい、ありがとうございます。地図につきまして分かる通りでございますね。口頭での説明はいたしませんけれども、前橋駅、そして前橋の中心市街地、広瀬川、そして、広瀬川文学館、このようなものを通りながら、そして前橋県庁の昭和庁舎花もゆかに入るというルートでございます。料金につきましては大人150円、子どもたちが80円、障害を持ちの方々にはその半額という形になっております。運行期間はドラマ館のオープンであります1月10日からおよそドラマ館のオープンと同じ翌年1月31日を予定しております。なお実は500円、大変お得な
バス券を販売をすることとなりました。500円で500円分を400円で販売するんだから2割以上プレミアムなんですね。 125% プレミアムみたいな形でございます。ぜひお買い求めいただきたいと思います。お客様もそうでございます。ご記念に買っていただくのもありがたいですし、またルート内にいろいろな居住したりビジネスで歩く方々も当然これはビジネスユースとしても利用できるバスでございますから、もしお買い求めいただくと非常にお得であるということだけ、ご報告をさせていただきます。前橋花もゆバスカード500円を400円で販売をさせていただく、販売所は、バスの車中で、販売をさせていただくんでしょうね。車中だけですね。車中の他に前橋駅の共通販売所、駅降りて右側の、後払いでございますから車中で買っていただければ全く問題はないと思っております。ご紹介だけしておきます。このバスのラッピングデザインをされていた、いただいている方は実は前橋市在住、多分前橋生まれ前橋市在住の千田さん、千田サトルさんという若手のイラストレーターでございます。ご紹介だけさせていただければと思います。そしてこの街中バス、周遊バスには和服姿の添乗員さんももう登場させていただきます。和服のデザインは入ってませんですかね。和服というか、もうなんていうんですかね、ああいうの袴姿、女工さん姿、女工さん姿の和服にこういう卒業式のやつですね、袴を着用した女性が乗っていただけることになっております。またこの方々も前橋駅でのおもてなしやら臨港閣でのおもてなし、物産館においての販売、すべての女性スタッフはこの支度で女工さん姿でご対応いただけるようにこれから取り組んでまいりたいと考えておりますので、またデザインにつきましては次の記者会見は多分物産館のオープン後でしょうから、物産館のオープンの時にデザイン、その支度のデザインは見ていただければいいなと思います。共通バスカードを提示すると前橋ドラマ館あるいはアーツ前橋の入場料が2割引きになる特典がありますので、ぜひ記念通共通バスカードをお買い求めいただき、アーツ前橋やら文学館やら臨港閣やら施設巡りについてもお楽しみをいただければありがたいなと思います。1月10日には8時半から群馬会館正面玄関に街中回遊バスを展示させていただきたいと思っております。11時40分から小学生を先着に20名の試乗会も実施したいと思います。また共通バスカートを1月10日の試乗会に参加した子どもたちには、プレゼントしたいと思います。以上が街中花もゆバスについての取り組みでございます。それではちょっと息抜きに、まだあと何件もありますものですから、息抜きに、手島仁志、文化国際課の手島仁志さんの方にある方から言ってもよろしいですかね、手島先生。はい、平田何さんでしたっけ、平田和夫さんという鉄道についてのアーカイブスをたくさん収集している方から、もう延べにすると30時間以上の鉄道の走っている動画、8ミリでしょうか、昔で言うと16ミリか分かりませんが、映像資料の寄贈がありました。それを我々のスタッフの中で、鉄道について大変知識を有する方々が、鉄道オタクが一生懸命30時間しっかり見て、しっかり歴史的に価値のあるものだけを編集して約40分、
のものにしたアーカイブス映像を制作をさせていただきました。プラス群馬ニュースというニュースが昔あったのですか、それ大本営発表みたいなああいう感じの昔のニュース、その中で前橋市の高度成長期だから昭和30年代40年代あたりの映像がこれも何十時間もあったので、これも手島さんの方で編集し直してこっちは1時間ぐらいにまとめたものがありますので、まあ、これをぜひ市民の方々にも一回見ていただきたいなと思います。まあ、そんなことも含めて今回のその広瀬川物産館、広瀬川物産館っていうのは前橋駅における物産館のことを広瀬川物産館と言って、なんか広瀬川にあるみたいで変なんですけども、駅前の駅中の物産館に常設的に放送するという仕掛けになっております。ちらりと見ていただけるとその雰囲気がお分かりになると思いますので、田中さん見てくださる？じゃあよろしくお願いいたします。
これが1時間もあるわけですね。はい、まあ、どこかシネマ前橋あたりで市民向けに来てくれる人がいるかどうか私は分かりませんけれども、まあ、ぜひ公開講座をするときにはご案内を申し上げたいと思います。この件で最後に実は明倫館萩藩の藩校である明倫館の模型も萩市の方から、これはお借りしているんだろうと思いますけど、お借りですね、お借りさせていただきまして、明倫館の模型2メートルもあるんですか、を香取元彦は明倫館で教鞭を取っておった時期もありましたので、そのご縁にちなみまして萩市から現在お借りをし、1月の5日から、これはいつまでと書いてないけど、いつまで、ああ、じゃあ穴掘り期間中、明倫館の模型を前橋市役所に置かせていただきたいと思っております。明倫館の吉田松陰公の言葉の朗書、まあ、実は前橋教育所に来ておりますけれども、前橋の桃の井の小学校でも今始めておったりしております。まあ、そんな関係の中で、たくさんの子どもたちが見に来てくれればいいなと私どもは考えております。市長の方からの用意の案件は以上でございますけれども、もう一点教育長の方から交代しますので、前橋をすごいことが始まっておりまして、皆さんニュートンご存知ですか。あ、教育長持ってるニュートン、市長、あ、あった、はい、お願いします。ニュートンといえば最新版、はい、ニュートンといえば理系オタクのプレイボーイみたいなもので、あ、ちょっと言い過ぎですね、やめましょう。元理系オタクの週刊誌みたいなもので、僕はもう読んだことないんですけれども、このニュートン社と前橋教育委員会はコラボすることになりました。で、中身説明を受けたんですけれども、僕にはちょっと理解ができないことなので、元理科の教師の教育長にチェンジします。お願いします。失礼します、教育長です。なんとかオタクなんですけども今市長さんから話がありましたように、ニュートンプレス株式会社から、ニュートンっていうのは基本的に非常にその科学雑誌としてはもう何十年の歴史があるかというふうに、僕多分創刊号から読んでるというふうに思うんですが、理科の教材としては理科の教材としては写真が非常に美しいことと、それから、データ用のさまざまな、イラストレーションが、これは核融合炉のイラストですけども、非常に精緻な、しかも非常に科学的な根拠を持った、画像をたくさん持ってらっしゃるんです。で、それを実はこれ 3D にもかなり、手を出しているということで、それらを iPad の教材用資料で、これから今開発をしている最中で、かなり出来上がったということで、この時期3月まで、前橋市の学校それから研究機関等に20台無償対応してくれるというふうになりました。機械はこれ最新版の iPad ですけども、よいしょ、ここに iPad 上にこういうソフトがずっと並んでいて、ちょっといくつか見てもらいますが、これは星の一生っていう 3D のグラフィックですが、星の一生を一生の間に内部でさまざまな元素を生み出します。星の一生を追いながら様々な、あ、失礼、恒星はその一生の間に内部で様々な元素を、ご覧になると分かるように、これは 3D のグラフィックスですが、前橋の学校は来年度いっぱいで、各学校40台のこういうタブレット端末を全ての学校に入れます。全部で3000台程度が配備される予定です。
で、ICT 教育っていうのは今非常に進んでいく状態でありますが、多分群馬県では前橋が先頭を切ってるんじゃないかというふうに思っています。機械も必要ですが、その機械と同時に使うノウハウとそれからソフトウェアが必要です。で、どんなふうに活用ができるかっていうふうに言ったときに、このニュートンプレスから、少し飛ばしましたが、こうやって発売をされる、かなり安価で学校に提供できるというふうに話を聞いていますが、こうしたソフトウェアは科学のことを子どもたちに学ばせるのに、これ自分でつけるものですから非常に有効だというふうに思っています。非常に映像もきれいですし、科学的な根拠がとにかくしっかりしているので、教材としては非常に上出来だというふうに私たちは思っています。ちょっと時間がありませんので戻します。もう一つ見ていただきたいと思うんですが、これは、映像だけではなくて、実は実験的なシミュレーションもたくさん入っていて、これはレンズを作ってみようというので、レンズってなかなか難しいですよね。で、これは、こういうふうにレンズをに触っていくと、少しずつレンズの形にガラスがなっていって、焦点を結ぶ位置が自分で調節できるというので、これは子どもたちが、もうもちろん映像の中でしかできないですけども、かなり精巧なプログラムを組んであって、これは非常に面白いなというふうに思っています。もう一つ、これは光がなぜ曲がるかというその屈折の実験の図なんですけど、これもなかなか難しい話で、これも見事にシミュレーションができています。それからもう一つだけ見ていただいて終わりにしますが、どこだっけ、体の作りのなかなか普段では見ることのできない、小6ですね、ちょっと あまり気持ちのいい映像ではないかもしれませんが、これはよく学校に内臓模型っていうのがありますよね。で、これは教科書なんかは当然普通の絵なんですが、これは立体映像になっているので、実は後ろから見た図だとか前から見た図だとかっていうふうに体が回転をします。腎臓の位置なんては普通前から見るとどの深さがどのかって分かんないですよね。で、こういうふうに非常に丁寧に作られた画像で、シミュレーションができますので、こんなのも可能性が深いあるかなというふうに思っています。いずれにしましても3月いっぱいまで、もう今日早速ニュートンプレスの方が教員向けの解説に来てくださってるんですけども、対応になります。 iPad 用のソフトウェアの提供ということで、私たちはこの提供を受けることで、その後もう終わりにします。この後この映像等についてニュートンさんにももうちょっとこうなるといいなというような話をしながら、教材開発にもお手伝いを、はい、お手伝いをしていきたいというふうに思っています。新しい教材開発と新しい可能性が学校で始まるということでお話をさせていただきました。ありがとうございました。時間をいただきました。ありがとうございます。喜びますありがとうございました。そうすると人体模型買わなくていいわけですね。もうそうですねいや、せっかく3000台先生買ったん、そうですね、ということで、まあ、教育行政はみんな教育省に任せておりますけれども、それはもう手厚いことはありがたいことでございます。その分なんか減らしてもらわないとですね、大変だなと思いますのでよろしくお願いします。前橋の教育は本当に今回教育行政制度も変わるようでございますけれども、やっぱり教育者の理念の中で動いていけばいいなと思いますので、どうぞニュートンと組んでよろしくお願いいたします。私どもは以上で、すべての公の会見の内容は終了させていただきました。大変長いことをお時間を取りましたけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
それではこれより質疑に入ります。今月の幹事社であります FM 群馬の笹川さんに進行をお願いいたします。FM 群馬笹川です。案件からいくつか質問させてください。ちょっと順番で恐縮なんですが、最初の井上隆さんの看板の QR コード等の設置ということで、この後観光 PR 進めるなんて市長のお話もありましたが、これが第1弾でいつまでに何箇所こういう計画でっていうようなものがあるものなのかどうかっていうのを教えていただきたい。そうですね、はい、はい、QR コードおよび今申し上げた AR コード、新しい、それによって動画サイトによってビジターの方々がもうあたかもここに昔の お城があったかのようにということでございますけど、それはこれからのおもてなし作戦の中で展開をしていきたいと思っております。まあ、時期とすれば観光課長もいますし、文化財保存保護課長さんもおられますし、鉄道の担当者もおられます。いろんなチームでちょっと組んでいきたいなと思います。まあ、多分花もゆの最盛期というのは変な言い方ですね。前橋市として、花もゆのお客様が前橋市に訪れが始まるであろう頃までには一定の形で整えていきたいと思います。花もゆの件も伺いたいんですが、はい、ドラマ館ももうすぐオープン、ドラマも始まってということで市長も気合入ってますけども、話も冒頭ありましたが、多くの関係の方も前橋の方協力して応援してくれてるっていう中で、まあ、今回のこの機会を捉えてですね、来年1年間ということになりますが、前橋をこうどういうふうに盛り上げていきたい、前橋のその街づくりにどんなふうにつなげていきたい、そのためにどんなことが必要かっていうのを今市長さんとしてはどんなふうにお考えか伺いたいんですが、まあ、これはもう前から言ってる通り、担当してる人にしてみればちょっと張り合い悪いかもしれませんけども、お客様経済効果っていうこの一面だけでのフェーズではなくて、これによる市民の歴史への思いが深まるであろうとか、市民の訪れる方々に対するおもてなしの姿勢がもっともっと質を上げていくっていうことの方が僕は大事なことだろうと思っています。だから一番大きなことは前橋の小学校で吉田松陰公のそういう思いを伝えられるような朗唱が始まる、実は一番これが大きなことなんだろうと私は思っておりまして、たくさんのお客様が訪れ お金を落とす以上の効果をこの前橋市に与えていくもんだろうと思います。まあ、すでにそれが起こりつつあるということなんではないんでしょうか。企業が企業社内法に花もゆ明治維新を取り上げる解説を作るなんていう会社もいくつもあったようでございますけれども、前橋の歴史の誇りに目覚めた、まさに前橋市が足りなかったものは誇りぶるものなのに誇りを忘れているっていうことなのです。僕は誇りを取り戻した、それは花もゆでもしかり、ザスパの J2 残留もしかり、工業団地にたくさんの企業が立ち並ぶこともしかり、そういうことなんだろうと思っております。まあ、すでに効果は出つつあると感じています。あと最後教育長から発表があったニュートンの件なんですが、これは今回のような話取り組みというのは、全国的あと県内的にはどういった状況になっているものなんですかね。はいはい、前橋だけがこう今回お声をいただいたものなのか、全国各地でもこういった話になっているのか。ニュートンのキャンペーンとしていくつかやってらっしゃるのはあるというふうに思いますが、実は先日の東京で行われたシティセールスの時にニュートンの記者さんもお会いして、社長さんもこの間来てくださっていろいろ話をしていて、でその中でとりあえず3月16日まで20台とにかくお貸ししますので、ぜひ見てくださいというふうにお話を伺いました。でソフトウェアって、学校で使うソフトウェアって使う側のノウハウが入らないと絶対物にならないんです。私たちずっとやってきたのでそういうふうにいつも思ってるんですけども、でそういう意味での使い方はこんなふうにできるといいなというような話を一緒にしながらできればなというふうに社長さんもおっしゃってらっしゃいました。はい、県内の他の自治体で貸与されてるとか貸与する予定があるというのは今のところは情報聞いてませんけど、はい、分かりました、ありがとうございます。はいはい、今のちょっと遅くして、やっぱり教育長は教育者だから真面目なんですけど、もうちょっとはったりコメント言うとですね、
日本で最初ですよ。ニュートンさんが実は武雄市と組んで学校教材の研究を始めたときに前橋市にもお声かかったのですよ。それはなぜかというと、前橋市の教育におけるメネット、皆さんご存知ないでしょうか。教材の並べ方をして、教材の並べ方をする授業の予定のことを、シラバスだったよね。シラバスというんですけど、シラバスの要素になるような教材をネット上に前橋は自分で持っているのですよ。それがメネットって前橋教育ネットワークっていうんですけれども、そのメネットのサーバーも前橋は自前で持っているんですよ。すんごく恐ろしい、投資を教育のそういう事業構築に向かって我々というか、もう長い間の前橋の教育者は積み上げてきたのです。それを知っていたニュートンさんが、前橋ならパートナーになるぞと。だから武雄市と前橋市に提案をいただいたということでございます。ニュートンの会長社長ご本人から、私自身がぜひ前橋さんとなら我々のニュートンのこの理科教育における教材の利活用方法を、ある意味テストですね、ニュートンが蓄積しているこういう画像情報と恩師のやっている理科教育となら同じぐらいの質感でマッチングできるだろうということでお話をいただいたと私たちは認識しておりまして、日本で2自治体がこの問題を入党者と組んでやっていると、私たちはそういう認識の中でこの教材のご提案をお預かりしたところでございます。以上です。そうなんです。で、自信を持って教育長、全然です。以上です。幹事社からは3つだけですが、案件で他にあれば各社お願いします。よろしいですか。じゃ、案件外でしよう。はい、冒頭ちょっと選挙の話、新しい国の形がなってありましたけれども、前橋の街頭の、選挙区、選挙区からあとは復活だったりとか、比例関係なんかもいらっしゃいますが、そうですね、こういった人たちの、顔ぶれだったりとか、あとはそういった皆さんに、前橋市としてということになりますが、期待する部分どうなってそうですね。前橋市においてゆかりの方が、もちろん選挙区佐田議員、そして比例区では民主党の宮崎議員さん、比例区ではこれも比例区でございますけれども自民党の尾身、ちょっとお名前忘れましたですけど、朝子議員さんが3名生まれたと考えております。前橋にとっては力強い、国政へのパートナーだろうと思いますので、これからも本市の市民の声を届けながら本市の発展に対するご尽力いただきたいと思っております。また一方は落選された上野候補さん、元議員、前議員でございますけれどもにおいても、また引き続きいろいろな形で今までの培ってきた通産官僚でもございましたので、いろんな人脈をお使い、お力添えいただきたいと考えています。私なりにも選挙終了後4市との面談も済ませて、いろいろな形で前橋のお役におなりいただきたいという申し入れはすでにしたところでございます。皆さんご快諾をいただいたと考えております。多様な市民がおられますから、前橋にはそういう意味で多様な市民、政党を支援する方々の中心として、私自身も、一党一派に属さずに、多様な形で前橋の代表者としての国会議員にはアプローチ、お願いをしていける、そういうスタンスでいきたいと思っています。以上です。ありがとうございました。案件外で他各社あればお願いします。毎日新聞の田上と申します。鈍流仲見世の関係でお尋ねしたいんですけれども、市長さんも、Facebook 上でコメントをしていたのでご存知かと思いますけど、新しく新規店がオープンしたと思ったら、また1店舗なくなってしまったりと、必ずしも運営が、うまくいってないような気もするんですけれども、改めてその仲見世の活性化が、中心市街地の活性化にもつながる気もします。そういった中で、市長様として
まあ、どういった、まあ、方向でその中見世を活性化していけばいいのかというアイデアがもしあれば。そうですね、いや、まあ、びっくりしました。毎日新聞田上記者からまさか鈍流中見世の活性化策についてのお尋ねを受けるとは思いもしませんでしたけれども、実はあそこがキーなんじゃないかと思うのですね。なぜならば前橋の質感というのは時流に流されることのない前橋の誇り、そこを保ち続けているのがいわゆる自然景観としての赤城山、あるいは広瀬川、あるいは我々の持っている伝統行事としての多様な獅子舞、三番叟、あるいは八木節、こういうものなんだろうと思います。同様にそういう昭和の復興期を象徴していた、まさに今我々がここで見た昭和30年代、20年代後半から30年代のあの混乱期の中立ち上がってきた前橋のバイタリティの象徴が鈍流中見世だろうと思います。まあ、そこに、まあ、私自身あの見聞しているところの情報だけしか申し上げられませんので多くは申し上げませんけれども、若手の経営者が素晴らしい通りだということで、お店を開業し、そして今までやってきた方々の間での運営の中でのいろいろなあの課題が出ているということは聞いております。まあ、その中で市としても鈍流中見世のような昭和レトロの町を保存発展させていきたい、そういう思いは感じております。ただ残念ながら民有地における民間事業者の飲食店の通りでありますので、まあ、市としてどのような関わりができるかは分かりませんけれども、またいろんな形でお話し合いを持つ機会があれば、あの私もお邪魔してみたいなと思います。まあ、そんなところで田辺さんよろしいでしょうか。プライベートでよく行きます。1500円ぐらいポケットに入っていれば結構おいしく楽しく、ぜひ記者団もあの女性記者も決してあの変なことはありませんのでね、ぜひ女性記者さんにも行ってもらって味わってもらえればいいなと思います。田辺さん行かれるんですか。そうですか、じゃあご一緒しましょう。はい、ありがとうございます。よろしいですか。他、すいません、 NHK の石井と申します。2点お伺いできればと思うんですが、まず1点目に関して先ほど少しあの関連する質問がありましたが、あの衆院選挙を受けてあの今日あの組閣が正式に発表されるかと思うんですが、はい、新たにですね、まあ、あの県選出の国会議員はおそらく入らないような情勢ですけれども、まあ、あの前場あの群馬県の県庁所在地の前橋市として、まあ、あの政権に対してこうどんなことをこれからまあ、引き続きになる部分もあるかと思いますが要望されていきたいかという点と、あとまああの年末なのであの今年1年をあの冒頭に少し総括していただきましたが、まあ、来年に向けての抱負という部分で少しあの、まあ、NHK 的な事情であの花模様に触れていただきながら一言いただければと思います。あの衆議院選挙の結果につきましてはもう ご案内の通りだと思います。まあ、それに対する組閣が行われるわけです。あの政党というのは何のためにあるかというと国民のためにあるのであって、政党というのは構成員である議員のためにあるものではありません。従いまして今回の衆議院選挙において明確に国民市民にメッセージを送ったがゆえに今回の組閣を得る権利を得たわけでございますから、組閣の内容につきましては公約を実現するための組閣であるべきだ、この一点に尽きると思います。その中で一番大きかったのは我々とすれば地方再生、まあ、地方創生、まあ、これがどのようなボリュームで行われるのか、これはもう誠に極めて重要な我々にとっての課題です。これをあの実行できうる組閣であってほしいなと思います。特にあの今回残念ながら道州制の議論についての明確なメッセージが今回の衆議院選には提示されておりませんでしたけれども、やはり道州制を含めて国家の総体が自らを身を切って縮小するような
そういう努力を見せていただきたいな、これは市長としてではなく一政治活動家として私は期待をしております。国家の縮小がすなわち都道府県あるいは市町村の権限権能の拡大につながるわけです。国家縮小なからなければ地方創生などありえない、これが私の何て言うんでしょうか、覚悟というか考え方でございます。さて来年はいよいよその対極的な来年ではなくて私個人の来年は私は任期最終年度であります。そこはやっぱり大きなことだろうと思いまして、今日の町議でも申し上げましたけれども、申し上げたのですけれども 1,2,3 年目がまもなく終わります。もうずいぶん急いできたなと、ある意味焦りとか焦燥とかそういう思いを感じながら走り続けてきた。それはどういうことかというと、船が沈没するのにまだみんな船上パーティーを開いている、そういう感覚だったです。自分一人がもう氷山が見えている、早くみんなに救命胴衣あるいは舵を切る、そういうアクションを起こさねばいけないという中で、焦りながら活動してきた3年間だろうと思います。やっとそれが船が舵を切り、皆さんがそれぞれパーティーをやめて一緒になって、セールを握り、戦場からそれぞれ持ち場についていく、この最後の4年目、これは前橋市にとって大きな花が咲く年にしたいと願っています。花というのは 1,2,3 年間焦って植え、種を植え、土を掘り種を植え、水をやってきた3年間が、あとは自然と雨を受けながら伸びていく、そういう見守りの年なんだろうと思います。まさに花も湯、常に花が咲き誇るような1年間になればいいなと私は願っておりました。その中核となるのが、幸いにして今回の NHK の大河ドラマとして、花もゆが、という番組が作られることだろうと思います。私は見ておりませんでしたけれども、昨日帰りますと妻が黒田軍師官兵衛の後にちらっと宣伝があったそうで、花もゆの馬屋橋に行くというセリフが出たんだそうですね。記者さんはご存知ですか？いやそうだそうで、いや僕が帰ってきました、妻と娘が馬屋橋って前橋のことだよねって、まあ本当に僕はそれきっとね、市民はねもう喜ぶと思いますよ。よっしゃ頑張ろうっていう気持ちになると思いますよ。料理の人は料理に腕を振るい、お土産屋さんは新しい商品を開発し、多分ホテルの人なんかは新しいシーツを買い込んで、そういう新しいスピード感が生まれる年になるんだろうなと、それにいいご縁をいただいたなと考えております。ただし年が明ければ花もゆも我々にとっては基地の事業になります。リーダーというのは常に新しい夢希望に向かって市民を引っ張っていかなくてはいけませんから、来年は前橋にとりましては新しい夢、例えば2020年オリンピック、キャンプ地、あるいは競技場、そういう新しい夢に向かってですね、農業分野でああしたら道の駅、もう来年からはもう新しい夢に向かって私たちは動いていかなくてはいけないんだろうと思います。そんなことを感じながら、立ち止まることのないような前橋市政を目指していく、そんなような気持ちでおります。ありがとうございました。他いかがですか？読売新聞です。今前橋市内で事件がちょっと相次いでいて、亡くなられ殺された方もいらっしゃるんですけれども、それについて市長としてどのようにお考えになってらっしゃるかっていうこと、あと市民の方に注意喚起みたいなことで一言いただければと思うんですが。そうですね、前橋でこのような凶悪な事件が2つ連続して起きたことに対して私たちも驚愕をしております。市民にはもちろん安全喚起を
お願いすると同時に、前橋警察、前橋東警察署ともにフル稼働して今回の対応に当たっていただいておりますので、まずは警察当局のこれからのご活躍に期待をしておるところでございます。本日町議においても副市長の方から、防犯カメラの緊急設置についての、緊急ヒアリングを行いたいというご提案がありました。まさにそういう突発的な対応に対しては一生懸命やっていければいいなと思いました。前橋は幸いにして事案事件認知件数とかそれほど凶悪なものはなかったものでございますから、防犯カメラの方も一定のスピード感で今までつけておりましたけれども、教育長さんには学校の危険箇所あるいはいろんな形の中で緊急設置の議論をそろそろ年内、来年当初予算で対応していきたいと思っておりますし、当該自治体だけは緊急予算で、すでにある予算の中で当該自治体と三ツ俣とかなんとか日吉町に関しては自治会の方々も非常に不安がっておられますので、緊急対応でさせていただきたいと思っております。そのあたりのことはまた総務部長の方にでもお尋ねをいただければと思います。以上でございます。他いかがでしょうか。よろしいですか。はい、どうもありがとうございました。はい、それでは最後に寒波がまた来ると聞いておりますので、もう全然雪怖くないくなりました。私もというのは本気でやってます。前橋の各担当分野もそうですし、建設業者の請け負ってくださる方々、オペレーターのショベルカーのオペレーターまで雪の警報の時はお酒をやめて待機してくださる、そのぐらいまで今回は徹底しております。自治会においての雪捨て場あるいは前橋における大型ダンプの雪捨て場も9カ所設置が終わったということでございます。そういう中で我々は今後の大雪に対して胸を張って対応できると信じ確信をしております。二度目の過ちはないものだろうと私も信じております。さもありながら記者団閣議におかれましてもまた寒波が来ているなどなどいろいろな気象予報がございますので、ご自愛いただきながら素敵な新年をお迎えになることを記念して、今年最後ですね。早いものです。ありがとうございました。終わります。以上をもちまして定例記者会見を終了させていただきます。次回の定例記者会見は1月14日水曜日午後2時から11階北会議室で予定をしております。本日はありがとうございました。